こが一番美味しいという。で雰囲気もねローカルっていう。これがうまそう。チキンでギュッて握ってパクッとしてパクッとここで食べるんですけど、もうすぐそこ道路っていうこの感じ。そうなんですね。岡崎夫婦イエーイ。今日はですねレストラン、おすすめのレストランですね、まあ具体的に言うとバーベキュー屋さんなんですけども、ずっと紹介したかった内容がありますので、それをついに紹介できる日が来たという感じですね。でここがですねまず、SM シティのナンバーワンの扉の真ん前になります。でここが APM センターってところなんですね。これめちゃめちゃ有名じゃない、モールにアーケード街になるんで、まずこの SM シティモールの前に来てもらって、でここからスタートしたいと思います。ここから歩いて3分ぐらいのところがあるんですけども、その屋台がですね、もう僕らの知る限り一番ローカルっぽくかつ味の美味しいお店になっていて、僕の、まあ、学校のですね、生徒さん曰くですねそこの焼き鳥が一番美味しかったというふうな声もいただいてますので、まあ、味のあるフィリピンっぽい感じをお味わえるということで、ぜひそこを紹介したいと思いますので今から行きたいと思います。とりあえず SM 周辺はこうローカル感がすごいですね。こういうのもこっちに行くんですけど、位置関係でいうとこの、ここから見てちょっとカメラ見てもらってます。で、こっちに行きます。じゃあ、歩いていきますので、これがまあうまいという。これこっちから撮った方がいいと思う。こっち側に行きたいんだけど。ああ、チキンとポークがね、これがおすすめなんですよ。ここが一番おいしいという。で雰囲気もねローカルっぽさが、ローカルっぽいけどなんか危なっ、そうそう、道路に面してるんで危なさもあんまりないっていう。そうなんかちょっとこっちからの風景踏まれてもいいんちゃう。焼き鳥もあるんですけど、なんか種類が、で焼き鳥がこれちょっとこっちの撮って、なんか3年前に比べてパークしてるよね。あ、なんか奥に屋台もできてるやん。屋台って家もできてる。で、あんななんか食べれる場所が、ね、屋根付きの前は全部この外で食べてたね。でもここでも食べれるよね、うん、このアニマルクリニックの隣です。これ食べましょうか。外で食べるのが好きで。いいねいいね。結果かからずとも日本では結構炭火がいい感じに扱われますけど、フィリピンでは主流っていうのがある。じゃあ今から食べたいと思いますが、先に近くにあの薬局があるのでそこでビールを調達してきます。じゃあ行ってきます。ビール買ってきました。イエーイ。これをですね、ローカルチックに。こんな感じで。じゃあ乾杯。スーパーローカル。そうしてたら、乾杯したよ。取れる？イエーイ。取れます。これが、うまそう。チキンです。
結構なんかハーブとか詰められてこう焼かれてるのですごく美味しいんですね。入るけどね。これがポークです。両方めちゃめちゃ美味しい。でここで食べるんですけど、もうすぐそこ道路っていうこの感じ。そうなんですね。そこ道路、その境に。じゃあ食べますか。うん。まずこういう袋が与えられ、ローカルなやつはこんな感じで袋をでですね、ちぎり、これ手袋代わりね。来ました。ここへお皿とライスと、OK、スパイシー、あ、スパイシープリーズ、スパイシーって言いましょう。なんかチリがやってきます、ね、でこれ、まあ、容器なのでこう入れて、必ずあるなんかお酢と醤油を混ぜたようなやつ。もうダボダボにこぼしてますけどで、食べますよ。それでつけなくても美味しいんで、あの十分。それはそうだ、ね、で、これがあるんでちょっとつけて食べると、おいしい。で、お米がこういうか、お米いる人はこういう形で入ってくるんで、ライスって言ったらこんで、こうして、こうして、Yes, yes, thank you. Thank you. あ、豚肉チリです。 Thank you. Thank you. こういう感じで辛い唐辛子くるんで、こういうのをちょっとちぎる、こうちぎるんですよね、これをギュッとこう絞る、あ、ちぎらんでも、つぶす、つぶすでもいい。も入れちゃってちょっと辛くする。辛いのが好きな方は。そう、でも結構辛くなるんで、まあこういう感じ。こんな感じ。食べる。熱っ。つけて。お米はこうやって見える？うん。握ります。食べやすいぐらいに握って。ここが美味しい。うまい。美味しいよね。ヤスコちゃんも食べます。これポークですね。うん、外カリカリで中もしっかり付いてて美味しい。ポーク、お米です。ギュッて握って、カッツにしてパクッと慣れたもんすよ、我々も。美味しいだよね。でここが、まあ、僕らも結構あのいろんなローカルとかマーケットとかその市場みたいなところも行ったことあるんですけど、まあ、味的にもここが美味しいのと、何より非常にローカルっぽいですっていうのは、まあ、ここはあの夜の5時から、閉まるのが2時か3時の AM らしいんですね。2時3時ぐらいまで空いてると。でどういった層をこの人たちが狙ってるかというと、先ほど説明した SM の、店員たちが仕事終わりに寄るっていう、あの非常にこのなんかサラリーマンたちを狙ってるんで、あの、まあ、これ今明るいんでなんともあれなんですけど、夜になると、その従業員たちがこっちに流れてくる、バーッとゾロゾロゾロで、ここのその従業員の人たちをターゲットとしてやってるんで、ここがもう従業員まみれになるみたいなのがあって、かなりなんか仕事終わりのサラリーマンたちと一緒にご飯を食べれる感じ、それが面白いので、どこよりもローカルっぽいかなという感じになりますね。でも大体フィリピン人は、焼き鳥2本にご飯とかで食べてますね。はいはいはい。私たち今これチキンとポークがめっちゃ美味しいんで食べてます。これって1匹100、205ペソとか、うん、で一塊ポークだと185ペソとかなんで、フィリピン人のローカルの人からしたらちょっと高いんですね。うん、でもこれめっちゃ美味しいんで、今、まあ、ローカルの人たちからしたらうちらめっちゃ豪華に食べてるような、めちゃめちゃ豪華。はい、ごちそうさまでした。これあまりにお二人で多すぎたので半分はお持ち帰りにしました。全部で400ペソでした。まあ、ここすごく屋台の中に美味しくて、あのローカル感味わえて、あのみんなで来るとすごい楽しいところなんですけど、やっぱりあの道路沿いっていうのもありますし、まあ、誰でも来れますし、まあ、犬とかもたまにいたりするので、来るとこはやっぱり軽装で、まあ、ポーチぐらいの形で、多分前にかけられるぐらいの形で来てもらった方が安全かなと思います。かといって別にコロンとかで食べるほど の、 危険度は感じないんですけど、まあ、そういうローカル側に行くってことは
まあそういうあのセキュリティ意識もしっかり持ってあの来てもらえばいいかなと思います。まあ、でもあのすぐ横に SM モールもあるので、まあ、行ってまたモールのなんですかね、モールでお買い物とかも楽しめるのですごく場所的にもいいかなと思います。おすすめです。ぜひ行かせてみてはどうでしょうか。では屋台バーベキューの紹介終わります。ありがとうございました。こちらのチャンネルではセブ島在住の夫婦がセブ島のリアルな生活事情、旅行や留学で役に立つ情報をお伝えしております。ご視聴ありがとうございました。